はいどうも皆さんこんにちは、ベイスターです。ということで今回なんですけれども、 DS 第5弾東上戦線予想パリーグ編となっております。はい、ということで先日はねセリーグ編の動画の方を投稿しておりますので、よかったらそちらの方まだ見てないよって方はね、概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらそちらの方からご覧ください。 DS 第5弾についてのね軽い説明はまあ前回の動画でしておりますので、今回はカットでいきたいなと思っております。ということでもう早速予想の方やっていきたいと思っております。最後、はい、オリックスから北川さんとなっております。ミパドーチがね狙える能力で、キャッチャー適性一生ついております。特殊能力にチャンス片目打ちサヨナラ男、特能はまあチャンスは強いですけども、片目打ちサヨナラ男はね条件がついちゃうので、まあそこまで使える能力になりませんが、まあ弾道はコンダンド、まあ、ミパはそこそこ高いので代打として使えますし、まあオリ純正の方はね結構メインの選手になってくるかなと思います。はい、ロッテ鈴木大地選手となっております。まあ、FA 移籍したので楽天のね写真となっておりますが、まあ、こちらはミパ同士がね狙えて、守備適性もね結構良くて、特能はねそこまで強くはないんですけれども、高ステータスなので、まあまたこちらも純正向けの選手になってくるかなと思います。はい、楽天になります。渡辺直人選手です。完全総力化となっておりますので、まあリーグ的にもそこまで強くないんですけれども、まあ守備適性はね結構良くて、特能もあと一つ何か分かんないですけれども、流し打ち、まあこちらも純正向けの選手になってくるかなと思います。はい、ソフトバンク本田選手となります。総力が A に乗っていて、ミートも称号で A に乗る、そして守備適性も結構高くて、まあ盗塁チャンスメーカー走塁、やっぱり TS 第5弾ってこともあってそこまで大幅に強い人は出ないので、まあこの辺りが純正にとって結構分かれ道になるかなと思います。まあ、12球団の人が取ったら残念っていうね気持ちあるかもしれないですけども。はい、日本ハム金村選手となります。まあ、昔ちょっとね9位のね査定がひどかった印象があるので、9位はもう少し上がるかなって感じがしてて、スラカットあっての安定感打たれ強さと何か、まあ、制球スタミナまあ同値悩ますし、12球団にとってはね使いづらいかなと思いますけど、またこちらも純正向けの投手となっているかなと思います。はい、パリーグ最後の球団となってまいりました。栗山選手と予想させていただきます。称号でミドウェイ可能で、守備適性も PR、 僕の超アベレージヒッター選球眼チャンスと結構強くて、セーブといったらね最近外野手が全然出ないじゃないかっていうね意見をよく聞くので、まあ、結構ここで栗山さんが出たら嬉しいんじゃないかなと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ、TS 大吾さんね、純正向けの選手が多くて、まあ、12球団生からしたら渋いよとか、ふざけんなとか、また Twitter のね、公式のプロスピエースのところに、TS 大吾なんか登場みたいなツイートをした時に、おしゃれに渋いとか、カステラシとかさ、いろいろ来ると思いますが、まあ、調子くんも頑張ってんですよ。DS 大吾さんね、ランキングなので、まあ、12球団生からしても別にそこまで重要じゃないかなってところなので、皆さん、怒りを抑えていきましょう。まあ、今、スタハンも開催されてますし、皆さん、プロスペース、これからも頑張っていきましょう。よかったら、チャンネル登録と、高評価の方を押していただくと、ありがたいです。もうすぐでね、登録者数が1000人に乗りそうなので、1000人目標にね、実況をしていますので、チャンネル登録、で、応援していただくと、こちらの方も、まあ、毎回ね、ガッツポーズをね、しますので、誰も見てないけど。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。